JLPGA が過去最高益5億円も見えない使い道。今や観客動員数と人気の観点では日本に勝る女子ツアーは世界中どこを探してもないと言われています。さらに近年では4日間競技の増加などによって選手の実力が高まってきており、女子の世界ランクトップ100に日本人選手が20人近くランクインしています。しかしながら日本女子ゴルフを運営する日本女子プロゴルフ協会 JLPGA は多くの課題を抱えており、改革を行っていますが、さまざまな問題も出てきています。今回の動画ではその JLPGA が発表した直近年度の好決算の内容と、数字からではわからない組織の問題点について詳しく解説していきます。もしかするとこの動画を見ると女子ゴルフへの印象や見方がちょっと変わるかもしれません。それでは早速見ていきましょう。2023年度過去最高益を出した JLPGA に寄せられる疑問。日本女子プロゴルフ協会は近年大きな改革の波に乗っています。2011年に就任した小林博美会長のリーダーシップの下で積極的な改革が進められています。そして今年3月には2023年度の決算が承認され、過去最高益となる5億円を超える利益を計上したことが発表されました。しかしこの5億円の利益についてはいくつかの問題が指摘されています。最も大きな問題はその使い道が明確に説明されていない点です。多くの関係者からはただ金集めに奔走しているようにしか見えないとの声が上がっています。ツアー関係者の一人はコロナ禍の3年間での赤字を上回る収益になったものの、その赤字が帳消しになったわけではない。小林博美会長は誇らしげに収益についてコメントしているが、主催者には何の説明もないと述べています。本来小林会長が進めるツアー改革の目的はアメリカの PGA ツアーを手本にしてツアー収益をプロゴルファーの年金基金や医療保険に充てることにより選手の生活を安定させ競技に専念できる環境を整えることでした。しかしながらこの決算の後もそのような具体的な話はほとんど聞こえてきません。選手たちの生活や競技環境の改善にどのように利益が使われるのかについて透明性が欠如しているとの批判が強まっています。例えばツアー会場に設置されている託児所に関してもママさんプロゴルファーが安心して活躍できるようにという思いで設置されているのですが、5億円も利益が出ているのであれば協会が設営や費用を負担するのが当然と考えられますが、現実には1円も出しておらず競技主催者に要求しています。こうした姿勢などが関係者らに対してJLPGA は金集めに奔走しているだけにしか見えないという考え方を与え、不信感が高まってしまっているのです。このような状況はJLPGA に対する信頼を揺るがすものであり、協会の運営に対する疑念を増幅させています。選手たちの福利厚生や競技環境の改善を目的とした改革がどのように実現されるのか、その具体的な計画や進捗状況についての透明な説明が求められています。小林会長が掲げる改革のビジョンが実現されるためには協会としての信頼回復と透明性の確保が不可欠と言えるでしょう。過去最高益の要因と JLPGA の放映権問題。 JLPGA が過去最高益を達成した主な要因は、2023年度から有料化された放映権料が JLPGA に帰属することになり、会計実績に放映権料収入が計上されたことです。小林博美会長は、放映権料の評価は選手の頑張りと協会のさまざまな投資によりトーナメントの価値を高めたためと述べています。しかしこの背景には複雑な経緯と議論が存在します。2010年代後半頃から JLPGA はツアー競技の放映権の帰属を主張し、各主催者とテレビ局との間で激しい話し合いが続いていました。しかし結果的に JLPGA は全大会の放映権を取得するために強烈なプッシュを行ったことで全大会の放映権を半ば強引に獲得していきました。しかしJLPGA がその放映権を手にしながらその責務を果たしているかという点については疑問の声が上がっています。あるテレビ関係者は次のように指摘しています。放映権に関して言えば、アメリカ女子ツアーをはじめとする他国のゴルフ団体は放送責任を負います。ゴルフという競技が一人でも多くの人に認知されるように、放映権を持つ協会がさまざまなメディアを通して広めるように努力を尽くす義務があるのです。しかし日本女子プロゴルフ協会は、試合中継をしたければ主催者がテレビ局と交渉してください、放映権料も主催者の負担でお願いします、ただし放映権は協会にあるので許可を取ってから放映権料を支払ってくださいというスタンスなのです。このような姿勢に対しては批判が多く、小林会長には周囲の反発を顧みずに強権を発動する独裁者のイメージが広がってしまっています。実際協会内部でも小林会長の方針に対して疑問を抱く声が聞こえてくるようです。
JLPGA が全大会の放映権を獲得した背景には、先ほども述べたように協会の財政基盤を強化する意図がありました。放映権料収入は協会が選手やトーナメントの質を向上させるための投資を行うための重要な資金源です。小林会長もその点を強調し、選手の頑張りと協会の投資がトーナメントの価値を高めたと述べています。これは一見すると理にかなった主張ですが、実際の運用方法や放送責任については多くの課題が残されています。特に JLPGA が放映権を持つにもかかわらず、試合中継に関する具体的な責任を主催者に丸投げしている現状には改善の余地があります。ゴルフという競技の魅力を広めるためには、協会自身が積極的にメディアと連携し放送の質を高める努力が必要です。そのためには放映権料を協会の収益として計上するだけでなく、放送内容の充実や視聴者の増加に向けた施策を講じるべきなのです。さらに小林会長のリーダーシップスタイルにも最高の余地があります。強権的な手法が一時的には成果を上げるかもしれませんが、長期的には組織内外の信頼関係を損なうリスクがあります。協会内部での意見交換や主催者、テレビ局との協力関係を強化することが今後の持続的な発展にとって不可欠です。長引く主催権帰属の問題、試合放映についての問題もありましたが、JLPGA はさらに大きな主催権の帰属問題を抱えています。現在女子ツアーの大半の大会はスポンサー企業が主催権を持ち、 JLPGA は選手と競技員を派遣する公認団体としての役割を果たしているに過ぎません。しかし2021年に JLPGA は各主催者に対して突然2025年から特別協賛会社となり、大会冠料として4億円を協会に支払ってもらうと提案しました。この提案に多くの主催者が反対の立場を表明し、対立が続いているのです。その後主催者との調整が難航したため、 JLPGA は当初の計画を延期して2027年から主催権を移行する方針を示しましたが、依然として協会の説明不足が指摘されています。小林博美会長はこの指摘に対して説明が足りなかったと謝罪しているものの、未だに主催者からは話し合いが十分に行われていないとの声が上がっています。特に協会からの一方的な通達に対する不満が強く、冠料の金額やその根拠が明確に示されていないことが問題視されています。加えて JLPGA は全国にゴルフ場が2000コースあり、人気の女子トーナメント開催に喜んで手を挙げるところはたくさんあると考えている節があると心配するツアー関係者もいます。実際大会開催にあたってゴルフ場を約1週間借りる費用の相場は2000万円と言われています。そして主催が JLPGA になることによって、開催コースを JLPGA が見つけてくるという話が出ていますが、開催コースはスポンサーの企業や会社との取引などがあって、どのコースでもいいというわけではないのです。現在の主催者であるスポンサーが仮に2027年に特別協賛会社になって冠料を JLPGA に支払っても、ゴルフ場の借用料はそこには含まれず、別途必要になるため負担はかなり大きくなります。さらに JLPGA はゴルフ場からも大会開催料をもらう考えを示しており、すんなり協力してくれるコースが見つかるかどうかはかなり怪しいです。このように協会の上層部は自分たちがツアー大会主催をすることになってもスポンサーやコースがついてきてくれるとかなり楽観視をしているといった見立てが浮上しています。プロアマ人気と主催者の負担、 JLPGA が強気な姿勢を取れる背景にはプロアマ大会の人気があります。プロアマ大会では主催者は取引関係者を招き、人気女子プロと一緒にラウンドする機会を提供しています。このイベントは好評であり、主催者にとっても重要な要素となっています。これは JLPGA 前会長の樋口久子氏が女子プロにホスピタリティを徹底させたことがプロアマ大会の人気を支えているのであって、小林会長の手柄というわけではありません。しかし現在の小林会長はプロアマ大会をやりたいなら協会の条件に従うべきだという姿勢をとっており、主催者に対して高圧的な態度を見せています。さらにこれまでは約3億円で大会が開催できた中で、主催者だったスポンサーに4億円というさらなる負担を求める通達に加えて、プロアマ大会の開催やテレビ中継には別途費用がかかることが示されています。このため多くの主催者が困惑し、協会の提案に対して強い反発を示しています。現在の主催者であるスポンサー企業はそのメリットや費用対効果が明確でない限り納得できないという状況があります。特に企業は株主や社員の利益を優先する必要があり、筋が通らなければ女子ツアーのスポンサーから降りる可能性もあるのです。そうなってしまうと開催される試合数が減ってしまい、ゴルフ熱の低下やゴルフそのものの魅力の低下につながってしまいかねません。また
主催権の帰属と大会開催にかかる費用については、JLPGA やゴルフ界の将来を大きく左右する重要事項であるにもかかわらず、選手であるプロゴルファーらに対しても何の説明もされていないことが明らかになっています。かつて放映権問題で女子プロが執行部に問いただした際にも、それはマスコミがでっち上げた嘘などとして真実を伝えなかったという経緯があり、情報を公開しない体質が露見しています。本来ならば重要な決定に関して理事会での話し合いや、誰が賛成、反対したのかを全ての女子プロに伝える義務があるはずです。しかし、小林会長には異を唱えることができないという状況が続いており、説明責任が果たされていません。仮に主催者が女子ツアーから撤退するとなった場合、その責任を誰が取るのかという問題も浮上しています。今後、協会が透明性を持って説明を行い、信頼を回復することが求められています。特に、主催者との信頼関係を築くことが日本女子ツアーの未来にとって重要な課題です。公認料の値上げとスポンサーの猛抗議。こうした中、今年2024年4月末には15大会のスポンサー企業が JLPGA に対して抗議文を出したことで話題になっています。その内容は、 JLPGA が大会を公認するためにスポンサーから請求する公認権について前代未聞の値上げを要求したことについてでした。 JLPGA は2014年から大会開催の収入源である公認料について度重なる値上げを行っていました。その内容は250万円から500万円へ倍増、さらにその3年後の2017年には700万円に値上げするといった内容でした。その当時は小林会長から必要経費が上がっているので公認料を上げてほしいと主催者側にお願いがあっての経緯でした。その時ですら、と増額の大きさに驚き、疑問の声も上がっていたのですが、それでもみんなで女子ツアーを盛り上げていこうということで主催者らが折れる形で進められていました。しかし今年1月 JLPGA は今度は予告もなしに公認料の値上げを主張しました。しかもその増額も700万円から1300万円といった過去最高の上がり幅でした。これまでの JLPGA の対応に不満を抱えていたスポンサー側もついにしびれを切らし、今回の事態に至ったのです。協会主催の大会を除くほぼ半数の15大会にも及ぶスポンサーが4月末に JLPGA に対し、公認料値上げの明確な理由を示さなければ主催権返上は受け入れられないの抗議文書を送りました。JLPGA の横暴ともいえる振る舞いを考えると今回の事態は当然とも言えますが、一方で JLPGA ツアーのレベルが上がっているのは事実です。昨年暮れに小林会長は平均ストローク上位50人がアンダーパーとなりました。これは過去初めてだと思います。選手の力がぐんぐん毎年伸びているのが分かります。というように、 JLPGA ツアーがハイレベルでより一層盛り上がる大会になってきているために、その公認料を値上げするというスタンスも理解できないことはありません。これらを踏まえると協会側とスポンサー側の双方に歩み寄りが必要であることは明らかですが、現状では解決の糸口が見えていません。公認料の値上げはスポンサー側からは急な変更に対する不満や経済的負担の増大が指摘されています。トッププロの海外流出と国内ゴルフ界のリスク。もう一つの懸念事項として、トッププロの海外流出が止まらない現状があります。このままでは国内ゴルフ界の空洞化とスポンサー離れのリスクが高まっています。実際に西郷真央選手と吉田優利選手がアメリカツアー出場をかけた Q シリーズ QT ファイナルを勝ち抜いて2024年のアメリカツアー出場を決めたことに加え、稲見萌寧選手のアメリカ参戦決定も意外なニュースになりました。もともと稲見選手は海外志向はあまりないことを公言していましたが、アメリカツアーの一戦でもある TOTO ジャパンクラシックで優勝すると一転、将来のことを考えてもアメリカツアーで戦った経験は私の人生の一つになると思うと今期のアメリカ女子ツアー参戦を表明したのです。そして以前からすでにアメリカで戦っている畑岡奈紗選手、渋野日向子選手、笹生優花選手、古江彩佳選手、勝みなみ選手、西村優菜選手は今期も引き続き参戦することになったため、日本人選手は今期9人がアメリカツアーを主戦場にすることになりました。さらに今後もその人数が増えていく見通しです。さっきブレイクした神谷そら選手や桜井心那選手も将来的なアメリカツアー挑戦に意欲を見せています。さらに今期のアメリカツアーの QT セカンドステージでいい位置にいながらまさかのスコア動きによって失格となった原恵梨香選手や、 Q シリーズまで進んだものの惜しくも力及ばなかった馬場咲希選手も今後の参戦を目標にしています。このように多くの選手がいわゆる世界一のツアーで戦う気持ちを持っていることがはっきりと見えています。すでにアメリカ女子ツアーに主戦場を移した選手らは厳しいコースコンディションで自らの技術や精神力を鍛えています。
日本にはない広大な土地でゴルフに集中できる環境がアメリカにはあります。特に海を渡るゴルファーは日本ですでに地位を築いた人気選手ばかりです。それぞれの夢や目標を目指して日本のゴルフファンに明るい話題を提供してくれる彼女たちの姿勢は多くの若いゴルファーのリスペクトの対象になっているのです。いかがだったでしょうか。華やかで楽しい大会として女子ゴルフは注目度を高めていますが、このままでは日本のゴルフ界全体が衰退する可能性もあることがお分かりいただけたのではないでしょうか。改革のためには少しは強硬的にならざるを得ないところもありますが、なかなか周囲の理解が得られないこの現状に解決の糸口は見えてきていません。皆さんはどうお考えになりますか？最後までご視聴いただきありがとうございました。